ありがとうございます。尾崎と申します。まず、講義を始める前に皆さんにお願いがあります。こちらの講義資料を多分紙でお配りしてあると思います。で、それが今実はネット、自分のというか、ネットにも上がっています。それがどこかといいますと、紙の資料の1ページ目の、資料っていう込み出しがあると思うんですが、そこの、解析コードへのアクセスと書いてあって、 URL が書いてあると思います。ここですね。ここに、今まずアクセスしてみていただけないでしょうか。大体できてますかね。じゃあ、なんでこれにアクセスしていただいたかというと、まず、これ資料が載ってるんですけど、 URL が結構多くて、その URL をクリックしたら、その講義を聞きながらそのページに飛べたりできて、勉強の助けになるかなということで、接続していただきました。あともう一つは、後で行う実習の解析用のコードっていうのが、こちら、それは紙の資料には入ってなくて、こちらのネット上の資料から見ていただく形になるので、先に接続のテストも兼ねて接続していただきました。改めまして、尾崎と申します。理化学研究所で、バイオインフォマティクスの研究をしております。今回は3時間ということなので、大体1時間ずつぐらいで、休憩を取りたいと思います。まずこの中で、NGS のデータを扱ったことがあるよっていう方はどのくらいいらっしゃいますか？結構います。あとはなんか、まだ使ったことないけどこれから使う予定があるという方は、すごいなんか NGS が流行ってて、ちょっと嬉しいですね。じゃあ、この講義は、NGS データを解析するための基礎的な考え方と知識っていうのと、あとはその解析っていうのをどう設計していくか、そして、技術的にどうやって実践していくかっていうことの話をします。で、よく NGS 解析の講義ってなると、具体的なソフトウェアの使い方を、教えてもらうっていう形になると思うんですが、それよりも、その実験系の研究者の方がどうやってこう独学していくかっていうことに重点を置いて、話したいと思います。というのは、ソフトウェアがどんどん、古くなっていくっていうのが、今業界で問題になっているので、かつ、新しい、いい資料っていうのが皆さん世界中でたくさん作ってるんだけど、それが活用されずに、なんかみんながまた新しくスライド作るっていうような、ちょっと無駄なことが起きているので、そういったことを解消するためにも、独学で頑張れるっていうことに焦点を絞っています。ではまず早速ですが、講義のオーバービューについて話します。NGS、 皆さん、知ってる方が多いと思いますが、NGS とは、次世代シーケンサーの略で、簡単に言うと塩基を読み取る機械です。NGS がしてくれるのは基本的に塩基を読み取るだけです。そして読み取った結果を、塩基配列のデータとして出します。そういう、機械になります。では NGS 解析っていうのは何かって言いますと、大きく分けて実験と、情報解析の2つのステップからなります。実験は、サンプルから、取り出してきた核酸 DNA や RNA を何らかの処理によって、ライブラリーという NGS で塩基を読み取るための状態のライブラリー DNA という形にプリパレーション、サンプルのプリパレーションを行います。その後に実際にこの NGS という機械にかけてシーケンシング、塩基配列の読み取りを行います。で、こうして出てきた塩基配列のデータを、特に生データとかローデータと呼んだりしますが、そのデータが、まず NGS のデータ解析の始まりです。で、じゃあ情報解析で何をするかというと、情報解析のステップは大きく2つに分かれます。データ処理、データのプリプロセッシングですね。これは、後のデータ解析、いろんな目的別の解析があるんですが、その解析に使いやすいように、元の生のデータ、元の塩基配列のデータを、いろいろ加工したり、整理整頓するような作業になります。
そうやって、データ解析をいろいろ行うことで最終的に、生物学に関する知識を得るということができます。で、この講義の中ではまず、基礎的な話として NGS とは何かおよび NGS 解析の流れについて、見ていきたいと思います。でその後に、特に NGS のデータ解析をどうやってその解析っていうのをデザインしていくかっていうことと、データの前処理、データの解析をどうやるかっていうことを詳しく見ていきたいと思います。で最後にじゃあ、それを、やり方何をやればいいかっていうのを分かった後にじゃあそれどうやってやったらいいのかっていう技術の面で、どうやって勉強したらいいかっていうところで、お話しします。で最後に、実習ということを行います。はい、それではまず、NGS とは何かということを話します。先ほど言いましたが NGS とは次世代シーケンサーネクストジェネレーションシーケンサーの略です。でサンガー法以降の、2000年代中頃から登場した新しい DNA シーケンス技術の総称ということになっています。で、特にハイスループットに、塩基配列を読み取ることができるということを特徴とします。で、次世代ってすごいよく呼ばれてるんですけど、まあ、登場からは時間が経ちすぎていることもあって最近はこちらの HTS ハイスループットシーケンサーという言い方で呼ばれることも増えてきました。で、現在2018年1月現在でメジャーな、NGS プラットフォームをちょっと上げてみたんですが、若干まだ古いの使ってるよっていう人に怒られるかもしれないんですが、まあイルミナだったりあとは、これ売ってはないのかな BGI っていう中国の会社が BGISEC っていうのを作ったりイオントレントだったりキアゲンあとは第三世代っていうその鋳型の PCR 増幅が必要ないものとして、パックバイオだったりあとは、今一番、最新のもの、蛍光色素を使わないようなオックスフォードナノポアのミニオンといったものがあります。で測定の実験この技術がどうやって成り立っているかの詳細については、この、レビューが詳しいので興味ある方はご覧ください。次に、シーケンシング手法について話します。先ほどのちょっと上に戻ります。先ほど、ライブラリ調整シーケンシングデータ前処理データ解析という話をしましたが、例えば遺伝子発現を見たいとかゲノムの、DNA の変異を見たいとかどんなバクテリアがいるか調べたいっていう時のそういう具体的にどういう塩基をシーケンサーに持っていけるライブラリにするかっていうところがライブラリ調整です。でそのライブラリ調整の実験手法がすごく様々にあることで、NGS がいろんなアプリケーションとしてに使えるということになります。まとめますと NGS というのはライブラリー DNA が出来さえすればシーケンシングできるので、サンプルに適切な処理を施して、その対象とする DNA や RNA をライブラリー DNA に変換することができれば、多様な生命現象を網羅的に、見ることができます。例えばゲノム DNA を見たかったら、そのゲノム配列をライブラリー DNA にするような方法を、ホールゲノムシーケンシングと呼んだりメッセンジャー RNA を逆転写して遺伝子発現量を見るような実験手法にしたかったら RNA-seq と呼びますし、例えばタンパク質がゲノムに結合した部位を見たい時、クロマチン免疫鎮光チップという実験を行うと思いますが、そうしてチップして取られてきたゲノム DNA をライブラリ DNA にして読むことをチップセックと呼んだりします。説明が繰り返しになりますが、まあ、チップセックの場合は、あるタンパク質が DNA にくっついているときに、DNA を断片化してでそのタンパク質に対する抗体を入れてあげてそのタンパク質がくっついているDNA を濃縮してきて読む、シーケンサーにかけることで最終的にデータを解析した後にどこゲノム上のどこにそのタンパク質がいたかということが分かります。
同様に RNAseq では、細胞内のメッセンジャー RNA があったときにその RNA を逆転写して、cDNA にしてそれを断片化して、シーケンシングするということで、でその後にデータ処理をすることで、どの遺伝子からどのぐらいの RNA が転写されていたのかということが分かります。で、このような実験手法を、シーケンシング手法と呼びます。でシーケンシング手法はなんとかセックとつけて呼ばれることが多いです。で、いろんな生命現象に対してなんとかセックっていうのがどんどん作られている状況にあります。でです、こちらに、いくつかそのあ NGS の登場以来そのもう数えてみたら数百種類ぐらいそのなんとかセックっていうのが出てきてしまっているんですが、そういったものをまとめたネット上のリソースっていうのがいくつかあります。例えばイルミナ社だとこういうそのシーケンシング手法をまとめたポスターっていうのを作って、これは元の PDF 重いので多分開くとすごいブラウザとかがクラッシュすると思う、クラッシュというか固まっちゃうと思うんですけど、でかつこれ重要なのはここ DNA って書いてあって RNA はまた別でこのポスターがあるっていう、とにかく、シーケンシング手法が飽和して多い、飽和してるというかかなり数が多くなっているということになります。で今のは、ライブラリー、調整をどうやって行うかという話でした。次に、プラットフォームによる違いという話をします。プラットフォームというのはその NGS の機械のことです。で、そのプラットフォームによって出力されるデータ塩基配列の性質に違いがあります。でどういうことかと言いますと、シーケンスされる塩基配列のリードの長さだったり1回のラン、実験 NGS を動かすことで、どのぐらいの塩基配列が出てくるかっていう、そういうのをスループットというんですが、そういったもので、性能差っていうのが手法によって出てきます。で、こちらの図はちょっと古いんですが、横軸がその出てくる塩基配列の長さで縦軸がスループットですね。でそれが、いろんな各社のシーケンシングプラットフォームがどういう位置にあるかっていうのをまとめた図です。であとは、こちらの方は2018年1月現在での、最新のスペック比較というのが、ネット上のコミュニティによってまとめられているので、興味ある方はご覧ください。まとめますと NGS というのは、ハイスループットなシーケンサーの総称で、あとは異なるシーケンシング手法によって、さまざまな生命現象を測定できる機械であるということになります。でここまでが、NGS の、実験とか機器についての話でした。で次はじゃあその実験した後のデータっていうのをどう情報解析していくかということについて説明します。ちょっとここは飛ばして、まずデータの前処理っていうのは何をするかと言いますと、NGS からこちらですね、 NGS から出てくるデータっていうのがじゃあ実態はどんなものなのかと言いますと、これは塩基配列になります。でこの塩基配列を特に、NGS の解析の場合はリードと呼ぶこともあります。でこのリードのデータというのは通常は、この FASTQ という、形式のファイルで保存されます。 FASTQ 形式というのは、ここに説明をが書いてあるんですが、基本的にはこのような、テキストなんですけど、その4行で1つの、リードの情報を表すという形になっています。1行目でその配列リードの ID、 2行目で塩基配列、3行目はプラスってただ書いてあるだけで OK で、4行目はその、この3行目の塩基配列の各塩基のそのシーケンシングした時の読み取りの精度、クオリティスコアというものを、本当はもともとは数字なんですけど、それをこう ASCII コードという形で文字に変換して表示しています。で各塩基の読み取り、一つ一つの塩基について別あの読み取り塩基、読み取り塩基の読み取りの精度のスコアが書いてあるので、この2行目と4行目は、同じ長さになります。
こういったファイルになります。で、例えば NGS のシーケンシングだけ、受託してくれる、その共通実験機器室だったり会社にこうサンプルを渡してお願いして、ファスト Q ファイルで納品されるということがあると思いますが、そうするとこういったデータが返ってくるわけです。でなんですが、これだけ見ても、これなんか生き物の形してませんよね。だから生き物についての情報をここから見て分かりますかって言って分かりませんよね。なので、そういった生物学的な解釈をまで持っていくために、もしくはその統計解析とかデータ解析を行うために、その生データっていうのを、何回かこう処理したり加工したりすることがあります。あと前処理の重要なもう一つの機能としては、そのデータの品質管理、クオリティコントロールになります。これは、実際 NGS のデータをたくさん触ってみると、特によく分かんないけどなんか全然リードが読めてないとかいうことがあったりして、そうするとそういうデータは、捨てるなり何らかのまた別の処理をしないといけないということがあるので、そういうふうに、データがちゃんとしてるかということを確かめるためでも、この前処理っていうステップは重要になります。じゃあこの前処理っていうのをどういうことをするかと言いますと、メジャーなステップというのが2種類あります。まずこの塩基配列っていうのは大抵、元の本当に生き物の中にいた塩基配列に比べると断片化されている、バラバラになっていることが多いので、それを元の塩基配列に復元する必要があります。でその復元の方法に2種類方法があります。一つが、マッピングやリファレンスアライメントと呼ばれる方法で、もう一つはアセンブリと呼ばれる方法です。で、マッピングの方は、同じ生物種だったり、近縁な生物種のゲノムにそのリードのデータを、アライメントしてあげて、君はここ由来だね、このリードはここ由来だねっていうことを決めてあげて、その後に、さらに処理を行うという方向になります。もう一つの、アセンブリーという方法は、出力されたリードの情報だけで、例えばここのリードの端っことここのリードの端っこは塩基配列が共通だからここはつないでしまおうっていう形で、どんどんこう配列をつないでいって、元の配列を復元するっていう方法ですね。でこれは RNA-seq の例なんですけど、右側が、マッピングで、嘘つきました、左側がマッピングで、右側が、アセンブリーを表しています。マッピングの方では、ゲノム配列に対してまずリードを、アライメントをしてあげて、でそこから、元の塩基配列を復元したりします。一方アセンブリーの方はゲノム配列を参照せずに、元の塩基配列だけで、元のリードだけで塩基配列を復元するというステップを行います。で、マッピングもしくはアセンブリを行った後に、さらに、例えば多型 DNA 多型の検出だったり発現量推定など、目的に応じたその特徴抽出というんですが、情報を抽出する行為や、注釈付けというのを行います。RNA-seq だったら遺伝子発現の表を、サンプルごとに作るという、例えばそういう処理になりますし、あとは、チップ seq であるなら、ゲノム上のどこにそのタンパク質の結合部位があったかっていうリストになると思います。でこういうステップを経ることで初めて、後のデータ解析のステップに使いやすいデータになるということになります。で最後に、データ解析のステップになります。データ解析のステップでは、データの前処理で加工された、前処理済みのデータに対して統計検定や、次元圧縮の PCA とかですね、あとはクラスタリングっていうことを行って、データの特徴を明らかにしたりしつつ、研究の目的に応じて解釈したり新規な知見を得るということができます。この辺についてはもう少し後で詳しく述べます。まとめますと、 NGS を使うとか NGS 解析を行うってこう研究計画書に書いたりとか、その
言葉で言うことが多いと思うんですが、実際は目的に応じてその各さっき出した4つのステップで、いろんな選択肢を選ぶ必要があります。で、まあ、だからこそちょっと難しく感じるっていうこともあるんですが、一方でそういう柔軟性と拡張性があるからこそ、さまざまな目的に使えるのかなということもがあると思います。で、逆に言うとその NGS 解析を、研究に生かすためにはその最初から研究目的をかなりはっきりさせることが必要であるということになります。で、あと、最後に、NGS のデータ今データってあんまり定義せずにいろいろ使ってたんですが、実際には NGS 解析だったりその生命科学系のデータ解析をすると、いろんな、データのフォーマット、データの形式というのが出てきます。で、なんですが、それを、まあ、整理すると2つの基準があります。1つは、テキスト形式かバイナリ形式かということ。で、テキスト形式かバイナリ形式かというのは、テキスト形式は普通に圧縮されていなくて、バイナリ形式は何らかの形で圧縮されているということです。で、もう一つは仕様ですね、スペシフィケーションとも言いますが、これは、データを、どのように記述するかのルールですね。で、NGS 解析では先ほど出てきた塩基配列のほかに、ゲノム上の例えばここに、タンパク質が結合していたっていうリストは、それはもう塩基配列じゃなくて、ゲノムっていう配列の部分、区間、あの数直線上の区間みたいなのを想像していただいたらいいんですけど、そういう区間、英語だとインターバルっていうんですけど、そういう区間の形で、NGS のデータを表現することもできます。あとはアライメント、そのゲノムに対して、リードをマッピング、アライメントするっていう時に、アライメントっていうのはただ単に塩基配列だけじゃなくて、2つの塩基配列のこことここが一緒だよっていう、ちょっとただの塩基配列よりもさらにリッチな情報になっています。そういった、アライメントの情報を、記録するために NGS だと SAM とか BAM っていうデータ形式が使われます。あとは、医学系とかだとその患者さんのとかがんの、変異のデータっていうのも扱う方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった場合、元の塩基配列じゃなくてリファレンスゲノムに対してどこが違っていたかっていう、そういう、差分 DNA の、配列の違いだけを、表現したいっていうこともあると思います。そういう場合には、VCF や BCF っていうようなデータフォーマットを使ったりします。で、詳しくはこの、今日そこにいらっしゃるんですけど、ボーノー先生が書かれたこのドクターボーノーの生命科学データ解析という本に書いてあります。僕はあの本とは何の関係もないんですが、とてもいい本なのでぜひ、入手されてくださいですね。 あと、今までは、ここに書いてあるのはその生命科学系のデータの特有のフォーマットなんですが、一方でその前処理済みのデータ、例えば、各遺伝子かける、サンプルの、行列で、その要素には各遺伝子が各サンプルでどのぐらい発現してましたかっていう遺伝子発現量の行列だったり、単にその、発現、ケースとコントロールの間で発現に差があった遺伝子のリストっていうようなものの場合は、こういった生命科学系特有のフォーマットではなくて、一般的な、コンマ区切りとかタブ区切りの表形式であるドットテキストだったりドット CSV であったりドット TSV といった形で保存する場合も多いです。で、工事解析では結構こちらの、こう一般的なデータを表現する表形式なども使います。まとめますと、NGS 解析の4つのステップの中で、まあ、特にデータ前処理はデータのクオリティコントロールだったり解析しやすいようにデータの加工を行うということになります。で、データの解析では、研究目的に応じて、ワークフローが、いろいろ多様になるということがあります。で、NGS データは、まあ、いろいろあってファイル形式もいろいろですということになります。
はい、ここまでがNGS の基礎の話でした。次に、解析デザインについて、すみません、資料とちょっと見出しが変わってました。資料の、次からは、資料の10ページですね。紙だと実験データ解析プラン立て方となっていると思います。次は、データ解析をどうやって計画していくかという話をします。なんでこう計画っていうかと言いますと、NGS 解析はすごいこう作業がどんどん複雑化していくので、その最初にこう計画だったり、どういう解析デザインっていう言い方するんですけど、データ解析をしていくかっていうことを決めることで、見通しが良くなるということがあります。であとは、研究目的の設定が、一番大事なんですけど、これは、その NGS の、 その初心者向けの資料とか見ると、とかあとはかっこいい論文の図とか見ると、その図作りたいってなるんですけど、たまにあるのが図を作ったけど、で何が分かったのって言われて、ああってなるようなケースがたまにあります。でそれは結局、データをいじる前に、もっと言うと NGS の実験をする前に、そのどういうことが分かりたいのか、どういう研究をしたいのかっていうことを明確にすることで防ぐことができます。で例えばじゃあどういう計画だったり、どういう研究の目的があるかっていうと、一つはスクリーニングとか候補出しですね。NGS だけじゃないですけど、そういういわゆるオミックス技術っていうのは、網羅的に測定するできる、その地引き網みたいにガーって取ってくることができるのが売りなので、例えば病気の原因遺伝子だったり、ある生命現象 に特有の責任遺伝子だったり、バイオマーカー、そのフェノタイプを予測するようなバイオマーカーっていうのを取るっていうような研究目的が一つ考えられます。であとは、全体像を捉えるという、ちょっとオミックス特有の目的というのがあります。それは、どういう遺伝子群ですね、個々の遺伝子じゃなくて、どういった機能を持った遺伝子たちが働いているかっていうのを知りたいというようなケースも考えられます。あとは、異なる、生命現象の間の関係性の発見というのもあります。例えば、ある遺伝子群の、遺伝子発現転写と、そこにあるエピゲノム修飾の関連っていうのっていう、その生命現象の別のレイヤーの関連が見たいというようなケースが考えられます。そうやって目的を、出したら、次にじゃあその目的のためにはどういうデータが、あればいいのか、そしてそのデータをどうやって解析すればいいのかっていうのを詰めていく必要があります。で、この時にはその実験とかデータ解析の計画をこう紙に書くと、紙とかホワイトボードでもいいんですけど、書くと、頭の中が整理されたり、あれこのデータ足りなくない、こういうデータがないとそこまで言えなくないっていうのが気づいたりするっていうので、おすすめです。で、具体的にどういうところをチェックしたらいいかと言いますと、例えばどのような仮定や仮説を置いているかだったり、その仮説っていうのがその既存の知識に照らして適切かだったり、あとはあるその研究目的に対してじゃあ実際は何分かればいいのかだったり、あとは論文をイメージするっていうのも重要で、どういう図だったりどういう図の、並びがあったら、こういう主張ができるのかだったり、あとは実験とか解析をしてみたけどでもこれが正しいかどうかよく分かんないっていうことがたまにあります。でそういう場合に必要なのは、実験なり、解析をが、間違ってないか、手順が合ってるかっていう、そういうどういう指標で評価するかっていうことをできれば事前に、用意しておくといいと思います。これは例えば、遺伝子発現とかだったら、その細胞タイプだと絶対働いていることが知られている遺伝子っていうのが知ってたら、もし、例えばケースとコントロールの間で発現が違う遺伝子のリストが出てきたときに、その遺伝子のリストの中にそのポジコンとなるような遺伝子が出てこないということは、どっかで間違えてるのかもしれないっていったようなことに気づけますよね。
例えばそういった、評価指標、どうやったら OK とするかっていうのが重要です。あとは結果が得られた時に、検証実験ができるのかどうかっていうのも、考えておくといいと思います。で評価についてなんですけど、ちょっと今も言いましたけど、戦後研究からポジコンが知られてるんだったらポジコン取れてるかっていうのは、そもそも実験が間違ってるのかもしれないし、データ解析で何かミスをしてるかもしれないんですけど、そういうのに気づく、基準の一つになります。あとは、1細胞 RNA-seq って最近流行ってるんですけど、研究対象、例えばその研究対象の、細胞の集団から1細胞 RNA-seq のデータを得たときに、そのある細胞型に特異的な発現を示すようなマーカー遺伝子っていうのがちゃんと取れてるの、そういう遺伝子、マーカー遺伝子を発現するような細胞が取れてるのかっていうのも、実験だったりデータ解析がうまくいってるかどうかの評価につながります。あとは、評価というか、その先ほども言ったようなオミックスの話なんですけど、その NGS 解析っていうのは、そのだったり、網羅的な計測測定をするような解析っていうのは、1回の実験あたりのサンプルあたりに、多数の変数が得られます。変数っていうのは、ここでは例えば遺伝子発現だったら、ある遺伝子の発現と別の遺伝子の発現っていうのは別の変数で測定されていると考えます。で、あとは、チップセックとかだったら、そのゲノム上の各位置にその転写因子の結合があったかなかったかっていうのを、同時に別々に測定しているとも考えられます。一方、っていうのが、網羅的な測定で、普通に例えば何ですかね、ウエスタンブロットとかすると、まあ10個とか5個のサンプルでこう評価するんで、その5個のサンプルに対して例えばバンドが2個とか、そういうのを比較するっていうことになると思うんですけど、網羅的な測定の場合だと、1つのサンプルあたりに、遺伝子だったら、数千とか数万っていう単位の数字が出てきますし、チップセックだったら、ゲノム上のいろんな位置の、座標っていうのが出てきますと。なのでそうすると、先ほどのポジコンっていうのは1個数個とか1個とかの、やつがそのリストに入ってきたかどうかっていうのを評価するんですけど、そのガバッと網羅的に測定したもの、その全体の統計的な性質が、既存の知識と比べてどうかっていうことで、その研究が、研究じゃないな、実験とか解析が、間違ってないかっていうのの確認ができるということになります。どういうことかと言いますと、例えば遺伝子の発現差があるような遺伝子のリストっていうのが得られるときに、ジーンオントロジーエンジッチメント解析っていって、そういうどういう機能を持った遺伝子群が多いかっていうことを、見る方法が一般的に行われてるんですが、そうすると例えば筋肉の、筋肉に分化した細胞と筋肉に分化する前の細胞をの間で遺伝子発現差解析をして、で筋肉に多い遺伝子っていうのを取ってきたときに、そこに、その筋肉に関連する遺伝子の機能が濃縮していてほしいわけですけど、それが濃縮してなかったら、あれなんかおかしいのかなっていったような気づきを得ることができます。で、あとはチップセックとかだったら、例えば転写因子じゃなくてヒストン修飾の、特異的抗体を用いたチップセックの場合は、ゲノム上のどこに特定のヒストン修飾があるかっていうことが分かるんですけど、そのもし例えばそのヒストン修飾が発現している遺伝子に多いとか、あとヘテロクロマチンに多いとか、そういう知識を持ってたとしたら、実際にそういう既存知識と合うようなゲノム上の分布をしているかどうかっていうのを確かめることで、本当に実験がうまくいってるかっていうのが分かります。もしそうなってなかったら、実験が間違ってた、実験もしくはデータ解析が間違ってなったのかもしれませんし、もしくはなんか新発見があるのかもしれない。まあ、いずれにせよ、そういうデータを集合として見て、それに対して、統計的な特徴を見ることで、データとか、解析の評価ができるということが重要です。まあ、あとは、RT-qPCR とかその検証実験をするっていうこともちゃんと計画に入れておくと
あとはノックダウンとか表現系が見れるかどうか確認、最終的に確認するっていうことをやるかどうかっていうのも、計画に入れるかどうかっていうのも重要になります。でここまでは評価の話でした。でじゃあ評価してどうする、次どうするのかって話なんですけど、探索的データ解析という話をちょっとします。ハンズオンの講習会とかチュートリアルだと、NGS 解析を、まずはこうやってください、次はこうやってください、最後にこのソフトウェアかけてくださいっていう、その一方向のワークフローで、やってなんか教えてもらうことが多いと思うんですけど、まあ、それは時間の都合上しょうがないっていうのがもちろんあります。一方で実際に現場でやってる、NGS 解析だと、そのデータの前処理とデータの解析っていうののステップを何度も何度も何度も行きつ戻りつするということをやります。それは何でかって言いますと、先ほど言ったようないろんな評価をしていくうちに、実はこうなんじゃないかとか新たな仮説が出てきたりして、さらにその仮説を、検証するための、データ解析を行ったりするっていうようなステップが入るからになります。なので、データ解析っていうのは一応、1回で終わる作業ではないことが多い、何回も行きつつ戻りつつする試行錯誤が繰り返されるっていうことが多いということになります。で、こういうデータ解析の実践方法は、探索的データ解析と、これは別に NGS の言葉じゃなくて昔の統計学者の人が言った言葉なんですけど、と呼ばれています。詳しくは、興味ある方は読んでみてください。はい、あとですね、ちょっとなんかチップスというかコツみたいな話になっちゃうんですけど、リファレンスを決めるということも NGS 解析だと、ちょっと重要になります。リファレンスって何かって言いますと、例えば、日本語だと参照ゲノム配列、英語だとリファレンスゲノムシーケンスだったり、それはゲノムの方で、あとは、そのゲノムじゃなくて、そのどういう遺伝子がどこにあるかっていう情報を遺伝子アノテーション、リファレンス遺伝子アノテーションとか、参照遺伝子アノテーションって呼んだりするんですが、そういったものを、混ぜてリファレンスって呼んじゃったりしますね。でこれは、NGS データではないんですけど、 NGS 解析をする上では、いろんな大体のアプリケーションで必要になる、外部のデータになります。で注意すべきは、リファレンスは一つではないということですね。例えばヒトゲノムであっても、作成するところが違ったりとか、あとはヒトゲノムっていうのもヒトゲノム計画でヒトゲノムができましたって言った後もどんどん更新されてるんですね、配列が。なのでバージョンが振られてて、どのバージョンを使うかによって解析結果はちょっと変わってくるということになります。なので例えばリファレンスゲノムだとヒトだと HG19 っていうのが UCSC が出してるんですけど、その後に HG38 っていうのを彼らが出したんですね。そうするとHG19 で例えばゲノム上のここに転写因子がくっついてましたっていう、こういう座標の形で、データを持っていたとして、じゃあそれを次に HG38 で解析した別のデータと合わせようとすると、直接は比較できなくて、その座標の変換っていうものが必要になります。なので、まあ、若干面倒くさいとか、間違いの元になりやすいので、ここで言いたいことは、リファレンスゲノム配列にも遺伝子アノテーションにもいろんな作成元とそれぞれに、バージョンがあって、でそれが違うと、結果を直接比較できなくなるということを、知っていただきたいなということになります。なので、まあ、解析やってる途中で変えなきゃいけないこととかもあるんですけど、まあ、できたら解析始める前に、どれ使おうかなって考えてみるといいんじゃないかなと思います。ちなみに、遺伝子アノテーションは、例えばアンサンブルっていうのがあったりとか、 UCSC ジーンとかレフセックとかジェンコードは人とマウスだけですがあったりするんですが、どの遺伝子アノテーションを使うかで結果が変わることがあるっていうのが、なんか論文に2015年になっていたりします。じゃあどれ使えばいいんだって話なんですけど、ちょっと
私にもよくわからないんですけど、まあ、目的に照らしつつ、そのあとはその出てきた遺伝子の技術とかをさらに何と比較するかっていうことを考えるときに、それと便利な ID 使おうとかっていう考え方で選んでもいいかもしれません。まあ、いずれにしても一つの研究プロジェクトの中だと特別な理由がない限りは統一した方がベターです。で、まあ、ここまではデータ解析の計画の話でした。ここからはデータ前処理の話をもう少し詳しくしていきます。紙の資料だと12ページの右下ですね。それがまあこれですね。データ前処理の話をもう少し詳しくします。具体的にはリードの QC、 マッピングデータの QC、 あとは RNAseq の前処理と QC、ChipSeq の前処理と QC の話をします。まず NGS データの前処理の大まかな内訳というのを説明します。まずそのリードデータ自体の QC、 まずすみません、ここから NGS から出てきたリードからスタートします。で、そのリードデータ自体に問題がないかっていう QC が入ります。次に、フィルタリングっていう、あとで詳しく説明します。入って、マッピングだったらアセンブリをして、またそのマッピングとかアセンブリのステップのクオリティコントロール QC が入って、さらに目的別にデータの前処理を行うということをやります。この流れについて詳しく見ていきます。まずリードの QC とフィルタリングというステップになります。リードといったのは先ほどお話ししたような塩基配列が入ったファストQファイルのことです。で、その NGS から出力されるリード塩基配列のデータっていうのは全てがきれいなデータではありません。例えばアダプター配列っていうそのライブラリの調整に使われるような配列だったりとか、あとポリ A 全部 A の配列だったり、ポリ T 全部 T の配列だったり、あとはそのリードの読み取り、塩基読み取りの精度が極めて低いリードといったものが入ってたりします。で、そういうリードっていうのは、できれば邪魔なので除きたいという、モチベーションがあります。まあ、そこで、そういった、変なリードが含まれていないかということをチェックすることを、が一つあって、もう一つはそういったリードを除くっていうステップが重要になります。これがリードの QC になります。で、まずそのファスト Q ファイルのクオリティを確認するにはファスト QC というソフトウェアがよく用いられます。ファスト QC だとファスト Q を入力として与えてあげると、それの品質っていうのがどんな感じかっていうのが HTML 形式のレポートで返ってきます。で、例えばこの図はそのファスト QC のレポートの例の一部なんですけど、オーバーリプレゼンティッドシーケンシーズっていって、そのファスト Q ファイルの中にやたら多い配列が何かありますかっていうのを返してきます。これだと、例えば N が、多いような配列っていうのがあったら、あ、こういうの除いた方がいいねって言ってるような判断ができる、できます。で、あとはなんか特定のアダプター配列でもない、なんか生き物っぽい塩基配列があった場合は、この DBCLS のゲゲゲノムっていう、アプリケーションにその塩基配列を投げてあげることで、もしかしたらどういう配列、どういう生物由来の配列なのかっていうのが当たるかもしれないです。そうすると、例えばその実験に含まれるコンタミなの、その別の生物由来の DNA のコンタミなのかっていうのが発見できることもあります。で、あとはそのじゃあ品質の低いリードが含まれていることが分かったら、それを除くっていうのをどうやるかっていいますと、リードトリミングとかリードフィルタリングっていうようなタスクを行うソフトウェアがいくつかあります。で、その一つがカットアダプトというソフトです。で、まあ
他のソフトもそうですが、カットアダプトだとファスト Q ファイルを入力として、きれいなリード、変なリードを除去したきれいなファスト Q ファイルを出力します。で、まあ、このリードトリミング実行した後にもう一回ファスト QC をかけることで、実際に変なリードが除かれているのかどうかっていうのが、確認できると思います。あとは、あんまりこう教科書とかに書いてないんですけど、イルミナのシーケンサーからが結構よく使われるので、ちょっとイルミナスペシフィックな話なんですけど、イルミナのシーケンサーから出力されるリードっていうのは、3ダッシュマッタン、5ダッシュから3ダッシュにリードが出てくるんですけど、その終わりの方の3ダッシュマッタンの、塩基配列の読み取りのクオリティ精度が低いため、シーケンシングを実施するラボとか企業によっては、100ベースペア使いたかったら101ベースペア読むっていうことを行います。でその時に101番目の塩基っていうのは捨てることを想定されて読まれてるんで、解析の時はそこは、問答無用で削るっていうことが必要になります。でたまにこう101ベースペアで納品されてくるとそれに気づかないで、やってしまうと、ちょっと気持ち悪いっていうことがあるので、そこだけ注意です。はい、なのでリード QC っていうのをリード QC っていうのはファスト Q でファスト Q ファイファスト QC でファスト Q のクオリティをチェックしてあげて、でその後にリードのトリミングフィルタリングを行うっていうことが行われます。次に、マッピングデータの QC です。マッピングを、まあ、マッピングの手段というのはシーケンシング方法において手法によって異なるので、ちょっと後で、RNSEC と ChipSEC について説明します。で、マッピングした後に、一つ見ていただきたいのは、その例えばゲノムマッピングするんだったら、そのゲノムのマッピング、ゲノムへのマッピング率っていうのがサンプル間で極端に異なっていないか、異なる場合はなんかその例えばマッピング率が異様に低い場合はなんか変なデータになっちゃっていないかっていうのが考えられます。あとは、ま、マッピング率と似た話ではあるんですけど、そのマッピングされたリードの数、絶対数が、サンプル間で大きく異なっている場合、その各サンプルはそのマッピングされたリードに基づいて毎処理、遺伝子発現を数えたりするので、そうすると、リード数がリードの絶対数が極端に異なると、かなりこう測定できる感度だ、その例えば RNSEC だと、1つのサンプルが100万リードで1つのサンプルが1000万リードだと、明らかにこう読めてくる遺伝子の数っていうのが変わってくるんですね。でその2つのサンプルが、ケースとコントロールで、その間で遺伝子発現の差を見た場合に、それは実験によるアーティファクトなのかどうかっていうのが見分けがつかなくなります。なので、極端に、リード数っていうのがサンプル間で異なってないかっていうのは、見る必要があります。であとは、ゲノムブラウザでマッピングした後に眺めてみるっていうのも、重要です。ゲノムブラウザというのはそのゲノムにマッピングされたデータバグファイルとかですね、をあとはそのゲノムのアノテーション遺伝子アノテーションを、ゲノムの座標に沿った形で可視化するソフトウェアです。IGV っていうのがインストールがしやすいのでよく使われています。でこういうのをで、ま、こういうゲノムブラウザでマッピングされたデータを見ることによって、マッピングがおかしくないか、例えばなんか遺伝子、RNSEC だったら、遺伝子に対してリードのマッピングの具合とか見て極端に変なマッピングしてないかといったようなことがを、確認するということができます。であとは次に RNSEC の前処理 QC についてお話しします。RNSEC っていうのは、通常は遺伝子の発現量の推定とか定量っていうのを行います、ね、
で発現量定量っていうのは、通常はというかこれまでは、ゲノムやトランスクリプトームにマッピングした後で発現量の推定をするっていうのが一般的なんですが、近年では、もうゲノムにマッピングを行わない高速な手法というのも出てきています。これら、2つの流れについて、お話ししたいと思います。まず1つ目は、ここに HiSAT2 ストリング対、ボールゴームかと書きましたが、ゲノムへのマッピングをしてその後に発現量の定量を行うという、パイプラインになります。で、そういったゲノムにマッピングして発現量を推定するっていう、パイプラインっていうのはトップハットとかフリンクスっていうのが有名なんですが、すでに、トップハットとかフリンクスの後継にあたるパイプラインとしてハイサットやストリングタイヤボールゴームが出ています。で、ちょっと、まあここでは書いてありますが詳しくは説明しないので興味がある方は見てください。で、なんで後継のソフトウェアっていう言い方をしたかっていう と、作者がツイッターでなんかトップハットはもう使わないでくださいって言ってるからですね。最近これはどこだ、サイエンティストっていうマガジ、雑誌とかでも言われているんですが、古いソフトウェアがこう使われ続ける問題っていうのがあります。それは、現場で使ってるとそのずっと同じソフトウェア使ってた方がこう楽だし、前の、解析したデータと直接比較できるからあまりデータ解析のソフトウェアを借りたくないっていう事情があります。一方で、データじゃないソフトウェアを作ったそういうソフトウェアの開発者からすると、新しくこれまでのソフトウェアの問題点を改善したソフトウェアっていうのを、オープンにしているのにそれが使われないっていうのがフラストレーションとなっているという話があります。で、作者もこう言ってることですし、もしこれも今後トップハットとかフリンクスを使おうとされている方はこのハイサットとストリングタイとボールゴーンを使うことを検討してみてもいいんじゃないかなと思います。で、あとは、もう一つは、さっきはゲノムへのマッピングだったんですけど、トランスクリプトームへのマッピング、つまり遺伝子の、ゲノムの配列じゃなくて遺伝子の配列でマッピングしてそれで、発現量定量を行うというパターンですね。これが、膨体2とスタート RSEM という、パイプラインになっています。で、これは、膨体2とかスターっていうのはゲノムへリードのマッピングを行うソフトウェアなんですが、トランスクリプトームへのマッピングもできて、さらにその結果を RSEM っていうソフトウェアにかけることで、発現量の定量ができるということになります。これも、詳しくは説明しませんが、このリンク先に、チュートリアルなどがあるので使いたいときはここを見てください。で、3つ目ですね。先ほどはゲノムへマッピングしたりトランスクリプトームへマッピングしたんですが、新しい、アプローチというか原理としてケーマーベースという方法があります。これは、ケーマーっていうのは K っていうのは、短い配列の配列が何塩基かっていうのを K ってよく呼んだりするんですけど、ケーマーその K、例えばあるリードの1番目から30番目はこういう部分塩基配列でした、ちょっとずらしたらこういう部分塩基配列でしたっていう、そのリードを、どういう KMA で構成されているかっていうふうにして、あとはトランスクリプトーム遺伝子の配列の方もどういう KMA で構成されているかっていう情報をもとにして、遺伝子の発現量を、推定するソフトウェアになります。で、例えばここに書いてあるような、セールフィッシュやサーモンやカリストというようなソフトウェアが出ています。で、これを紹介した理由なんですが、このケーマーベースの方法は、ゲノムやトランスクリプトームに、マップする方法に比べて圧倒的に速いということが挙げられます。で、あとは、大きい、ゲノムにアライメントしたりトランスクリプトームにアライメントすると
あ、マッピングのことですね。するとそのバムファイルという結構、容量が大きなファイルが出てくるんですが、そういったものが出ないっていうことも、場合によってはメリットになります。で、こちらはそのこの上の3つのうちのどれだっけ、カリストか、カリストというソフトウェアの、ソフトウェアが発表された論文なんですけど、なんかこうソフトウェア論文ってこんな感じで、あ、ここは 横軸が、いろんな、ソフトウェアが書いてあって、縦軸に何かの評価指標、ソフトウェアの精度評価の指標っていうのを比較するっていう、こういう図がよく出てきます。で、カリストの場合はこれですね。で、これ、A という図は、エラー率みたいなものなので、縦軸が高いほど、精度が低い、低いほど縦軸が低いほど精度が高いという、良いということになります。で、これを見るとカリストが、トップハットとかフリンクスとかよりもいいですよっていうことを言ってます。で、あとは、この B の図は、計算時間ですね。計算時間はまあ短い方が嬉しいので、見てみるとカリストは他の方法に比べて圧倒的に早いねっていうような図になってます。はい、ちょっと長くなりましたが、RNA-seq の前処理、発現量程度については、まあ、ゲノムへのマッピングタイプとトランスクリプトームへのマッピングタイプとケーマベースの方法があるということが分かりました。で、次に RNA-seq のデータを、発現量を定量した後にどういう QC ができるかということについてお話しします。発現量定量後には、まあ、例えば発現量がある、発現量が発現量を定量するときに、カウントだったりリードカウントだったり、あとは FPKM とか TPM っていうある程度正規化された値が、出力されることが多いです。で、その場合に、例えば FPKM が1以上は発現してたとするっていう何らかの指標で、発現が検出された遺伝子っていうのを定義してあります。その時の検出遺伝子数がどのくらいかだったり、その検出遺伝子数が、サンプル間で極端に異なるか異ならないかといったようなことを、見てあげると何かデータにおかしなことがないかっていうことが分かります。ただし生物学的な理由で本当に、検出遺伝子数が異なるということもあります。例えば、幹細胞、特に胚性幹細胞とかは分化細胞に比べるとクロマチンがオープンなところが多くて、転写が結構ハイパーアクティブに起こっているようなことが知られているので、実際検出遺伝子数は多くなるということがあります。あとは、ポジコンだったり、マーカー、何らかのマーカー遺伝子っていうのがちゃんと発現が見えてるかっていうのも、QC になります。あとはちょっと細かいことですが、前処理としては、データから、発現量が低い遺伝子を除くことで、後の解析処理のノイズを除いたりとか、計算時間を短くするっていうようなテクニックもあります。次に、チップセックですね。今は20ページですね。チップセックデータの、前処理や QC について話します。こちらにこう、まあ、チップセックデータの典型的、あ、前処理の典型的な例というのがあるんですが、途中までは先ほど見てて、まずリードのクオリティコントロールを行って、リードのフィルタリングを行って、その後にゲノムにマッピングして、でそのマッピングデータの、QC をして、で、その後にこうピーク検出といって、そのリードその抗体チップなので、抗体が対象としてたタンパク質がゲノム上のどこに多かったかっていう、そういう、シグナルが濃縮している場所をピークと呼ぶんですが、それがどこにあるかっていうのを調べる方法、調べるというか、
検出する方法っていうのがピーク検出になります。こういった方法があります。でピーク検出で、マッピングまでは先ほど説明したので、マッピング後に行うピーク検出について少し話します。ピーク検出は、MAX2 とか GEM といったソフトウェアが有名です。でこういうソフトウェアでピークを、検出したときに、ピークの数が例えばそのレプリケートの間で、ピーク数が極端に異ならないかといったことは、一つ見といた方がいいです。あとは、チップセックのピーク検出の結果の QC のツールとしては IDR というものがあります。これはレプリケートがないといけないんですが、IDR っていうのは検出されたピークのレプリケート間での再現性を評価して、かつ再現性が低いピークっていうのをフィルタリングするための、統計的優位性のスコアっていうのを計算してくれるソフトウェアになります。あとは、チップセックデータ専用なんですけど、QC からピーク検出可視化まで行うツールとしてドロンパーだったりホーマーっていうものがあります。チップセックをやられている方は、一度チェックしてみてもいいと思います。であとは、チップセックのそのピーク検出をするとそのゲノム上のどこにタンパク質がくっついてたかっていう、場所のリストが得られるんですけど、そういったものをの全体としての統計的な傾向っていうのがどうかっていうのを見るっていう方法があります。例えば、近くの遺伝子に割り当てたり、そのゲノム上のどこに多いか、TSS の上流に多いか、下流に多いか、またまた、遺伝子ボディ、ジーンボディに多いかっていうことを見て、こういうベン図書いてみたりとか、すると、その実験だったり解析がうまくいってるかっていうことが分かります。でこういうのは例えば、このチップピークアノっていうのでできたりします。さらに、解析がうまくいってるかっていうことに関して言うと、例えば転写因子のチップセックっていうのはその転写因子がその特異的な DNA の塩基配列モチーフに結合しているとすると、その転写因子に対する抗体を用いて、その転写因子がどこにゲノム上どこにいたかっていう場所を集めてくると、そこの場所の配列の中にはその転写因子がターゲットとする認識する DNA モチーフが濃縮していることが期待されます。なのでそういった塩基配列から DNA モチーフを探すようなソフトウェアで一般にモチーフ解析っていうんですが、そういうモチーフ解析を行うことでちゃんとその転写因子に対するモチーフが取れてるかどうかっていうのを見てあげるっていうことができます。それによってチップセックデータの解析がうまくいってるかどうかっていうのの指標になります。ちょっと長くなりましたが、ここまでは、リードの QC とマッピングデータの QC と RNSEC、チップセック、それぞれの前処理と QC について話しました。はい、では最後に、最後ではないか。次にデータ解析について話します。紙の資料だと22ページからです。でデータ解析についてはあんまりよく使われるデータ解析についていくつか紹介します。まず、変動パターンの解析と書きました。これは、NGS 解析じゃなくてもそうですが、NGS 解析では複数の条件間で比較することが多いです。例えばケースコントロールといった2群の差だったり、時系列でサンプルを取ってその時系列変化のパターンだったり、あとは、3群4群だったり2つの条件の 2×2 の、
そういう、実験デザインで、特定の群に、特異的な遺伝子を探すとか、そういったいろんな実験デザインがありますが、これは、特定の変動パターンとかを持った変数を、統計学的な方法やデータマイニング的な方法で検出するということになります。変数っていうのは例えば遺伝子だったり、チップセックのピークにあたります。でこれはなんでこういうことが行われるかっていう と、この変動パターンっていうのが例えばこういう変動パターンを示しているっていうのが、何らかの機能を示唆するっていう、強い仮定が実験デザインの時点であるからです。でじゃあそういう変動パターンをどうやって探すかっていうことなんですが、いろんなソフトウェアはありますが、まあ、一つ HR というソフトウェアを紹介します。これは RNA-seq の発現変動解析に昔から使われているソフトウェアなんですが、一般化線形モデルとか下方モデルといったモデルが使えることによって、上で言ったようなかなり多様な実験デザインに対応することができるんです。なので、もし、2群の差の検定だけじゃなくていろんなちょっと複雑な実験デザインをやりたい方は、HR を、調べてみてもいいかもしれません。はい、次に、エンリッチメント解析について話します。NGS 解析だと、網羅的に測定ができるので遺伝子や、転写因子が結合した部位のリストっていうのが得られます。でそういったものを一つ一つ詳細に調べることももちろん重要ですが、その全体像を理解することが重要です。でそういう、そういうリストの中にどんな性質を持った要素が濃縮しているかっていうのを調べるのが、一般にエンリッチメント解析と呼ばれています。でよく使われるのが遺伝子の機能のエンリッチメント解析です。でこれは、例えば、遺伝子ジーンオントロジーっていう、遺伝子にはこんな機能がありますっていうのを整理してくれているデータベースがあって、それを参照してあげて、あるリストを与えるとそのリストの中にどういう機能を持った遺伝子が多いかということを教えてくれるものです。で、そういった方法を行う、窓口はいろいろあるんですが、一つメタスケープというのを紹介します。これは、ウェブサービスでインストールしなくて使うことができます。で入力は遺伝子リストで、遺伝子リストを与えてあげるとそのリストの遺伝子群に濃縮する機能だったりを、リストと、レポートとして返してくれます。でこれは、もしかしたら昨日とかやってました統合 TV っていう多分すごくいいやつで、いやですよね、いいその教材の中でこのメタスケープを使うの使い方も紹介されているので、もし使いたい方はその統合 TV の、動画を参照してください。で、今のは、遺伝子のリストなんですが、一方でチップセック、例えばチップセックだと、得られるのはゲノム領域のリストなので、遺伝子とは直接ひも付いていません。なんですが、そういったゲノム領域のリストを入力としてエンリッチメント解析をするような、ソフトウェアというかウェブサービスもあります。一つあるのが、ここで紹介するのはグレイトというウェブサービスです。これは、ゲノム領域のリストを入力してあげるとそのゲノム領域を近くの遺伝子に割り当ててあげてその遺伝子がどんな機能を持ってるかっていうのを見てあげる、そういうことをしてくれます。今まで、ここまでエンリッチメント解析の話でした。次に、層別関連性重なりの解析という話をします。ちょっと曖昧な表現なんですが、例えば、遺伝子発現をの変動パターンがいろいろあったときにその変動パターンでクラスタリングしたり、グループ分け層別してあげた遺伝子群だったり、あとは
こう細胞分化に従って増えてくるピークと減ってくるピークといったような、そういうふうにグループ分けをしたときにそれぞれのピークがどういう特徴を持つかっていうのを見てあげることで、それぞれの生物学的な機能についての示唆を得ることができます。例えば転写因子 A と B の結合部位が重なるところとそれぞれ独自のところっていうのに何か違いがあるのかだったり、そういう A と B が同じところにくっついている共起しているところっていうのは A だけのところ B だけのところに比べて TSS からの遺伝子の転写開始点からの距離が近いのかだったり、チップセックのタグ数が多いのか、つまりはタンパク質の結合がより強いのかだったり、近くのターゲットとするような遺伝子の発現量の変化や発現量の絶対値に違いがあるのかだったり、その認識する DNA モチーフが違うのかといったような、そのリストをグループ分けしたときに、そのリストグループごとに何か特徴が違うかっていうのを見るっていう、発想をよくします。あとは、何らかの2つの、グループ、例えばある遺伝子のリストと別の遺伝子のリストっていうのがあったときに、それらの重なりが統計学的に優位かを検定するために、フィッシャーの正確性、正確確率検定だったり長期化分布検定といったようなことを行います。でこれは、結局重なりが統計学的に優位ということは、この例えば、その2つの遺伝子のグループっていうのは何か機能的に関連があるのかもしれないといったような仮説が成り立ちます。例えば、何ですかね、転写因子 A をノックダウンしたときに発現が変動する遺伝子と、転写因子 B をノックダウンしたときに発現が変動する遺伝子っていうのが、もし A と B っていうのがその全然違うような転写因子だったら、それらはあんまりそれらの遺伝子リストっていうのは重ならないと期待されるんですが、一方でそれらの遺伝子群が統計的に有意なぐらいかなり重なっているとしたら、何か転写因子 A と B には機能的な関連があるんじゃないかといったような仮説が立てられます。まあなので要はそういう重なりを検定するっていうことが、NGS 解析だとよく行われます。であとは、ゲノム領域同士の重なりっていうことをやるときに、便利なツールが、あります。一つは、すみません、ここに書いてない書き忘れたんですけど、ベッドツールってベッドツールズっていうツールは一つ便利です。あとは最近出てきたギグルっていうのが、ベッドツールズより早いと書いてあるので、ちょっと試してみてもいいかもしれません。あとはこれチップアトラスっていう、チップセックデータを大量に集めてきて、前処理をしたようなデータベースがあって、これは遺伝子のリストとか場所のリストを与えると、重なる、よく重なるチップセックのデータを教えてくれたりします。こういう、いろんなツール、ソフトウェアだったり、ウェブサービスがあります。次に、次元圧縮の話をします。次元圧縮とかクラスタリング、似たものたくさんものがあったときに、理解するために似たもの同士をグループを作ってあげるっていうことを、します。そういった操作を、クラスタリングと呼びます。クラスタリングっていうのは、サンプル方向の場合、つまり、データとして、このサンプルとこのサンプルは似ているなっていうのをクラスタリングする場合 と、変数方向の場合、つまり例えばこの遺伝子の変動パターンとこの遺伝子の変動パターン似ているなだったり、このチップセックのピークのパターンと別のやつをピークのパターンが似ているなっていう、その変数方向でクラスタリングするっていう場合があります。でこういったクラスタリングによって、そのデータが既存の知識と整合性があるかとか、これまで知られていなかったもの同士のつながりがあるかといったことが分かります。
で、その知られていなかったもの同士のつながりってどういうことかって言いますと、これは一般にギルトバイアソシ、聞こえますか？これはというか、一般にギルトバイアソシエーションと呼ばれる、考え方があります。これは、関連してたら疑えっていうことなんですが、どういうことかと言いますと、生物学で言うと、同じような動きをしているやつは同じような機能を持ってるんじゃないかっていう、ざっくり言うとそういうことです。例えば、発現、細胞分化に従ってこう上がってくる、タンパク質コード遺伝子があったときに、それと同じような動きをするようなロングノンコーディング RNA があったら、なんかそれは同じような機能を持ってるんじゃないか、もしくはなんかプロセスに寄与してるんじゃないかといったような仮説が成り立ちます。でさらに、なんかストレス応答をさせたり、何か別転写因子をノックダウンした時の挙動もさらに一緒だと、ますますこの、プロテインコーディングジーンとロングノンコーディング RNA は機能的に何か似てるんじゃないかといったような仮説が出てくるわけですね。そういうふうに、クラスタリングによって新たな仮説が立てられる可能性があるということになります。であとは、データの QC にも使えうるということがあります。どういうことかといいますと、サンプル方向にクラスタリングしたとき、例えば、がんの患者さんから得られた組織と正常組織がそれぞれ10個ずつサンプルがあったとして、それらを、それの RNA 切割したとします。で、遺伝子発現の表にしてあげて、サンプル方向にクラスタリングしてあげるということになります。つまり、似ているサンプル同士を近くに置くっていうことを行ったと想像してください。その場合に、そのがんとその正常組織っていうのは遺伝子発現が大きく異なるから、本当だったらがんと、がんはがんで一つのグループを作って、正常組織は正常組織で一つのグループを作ってほしいんですけど、それが、なんか混ざってたら、あれなんかこれサンプル取り違えたりしてるんじゃないのとか、なんかデータ処理がおかしいんじゃないのとか、あとは逆に実は生物学的にはその方が正しかったということもありえるかもしれないんですけど、いずれにしてもデータを、の様子っていうのをまとめてみることで、自分が今やってる扱ってるデータについての信頼性っていうのを考えることができるようになります。で、じゃあクラスタリング、クラスタリングっていくつかそのアルゴリズムがあるんですけど、一般的にはその R で使えるような階層的クラスタリングっていうのが用いられる場合が多いんですが、例えば遺伝子発現の場合だと、WGCNA というその共発現ネットワークを描くことに特化したソフトウェアといったものもあります。WGCNA については、R でやるためにその R の知識が必要なんですが、結構チュートリアル、説明のための資料っていうのがウェブ上でしっかり用意されているので、使いやすいかもしれません。あとは、クラスタリングではなくて次元圧縮というものがあります。次元圧縮というのは、一般に高次元のデータを低次元に遮影することでそのデータ間の関係を明らかにするような手法です。よく使われるのは PCA とか、ICA だったり、あとは、MDS やディフュージョンマップや TSNA といった方法も使われます。でこの場合の高次元っていうのは、例えば、RNA-seq のデータだと遺伝子の数っていうのが、多いことを高次元って呼んでます。でこれによって例えばデータ間で、そのこのデータとこのデータ似ているかだったりといったことが分かります。でこれは1細胞 RNA-seq を TSNA という方法で次元圧縮した、例です。でこれは、一つ一つの点が、細胞ですね。だから細胞がたくさんあるんだけど、この各細胞がどういう細胞か
細胞型っていうんですかね、セルタイプっていうのは分からないんですが、TSNE っていう次元圧縮の方法で、をかけてあげるとこうやって細胞型が分かれてくれるよっていうようなデモというか、そういう例です。で、次元圧縮の方法については、スライドシェアっていう、スライド共有サービスに、同じラボの方が挙げているスライドがすごくまとまってて分かりやすいので、勉強したい方はこちらを参照してください。はい、次に、リードの分布を集合的に眺めるという話をします。これはどういうことかといいますと、先ほどゲノムブラウザという話をし、ものを出したんですけど、ゲノムブラウザだと基本的にゲノム上のある一つの場所しか1回には見れないんですね。一方で、ゲノム上の、場所をたくさん見てあげて、それの平均値を取ることで、データの様子を眺めることができます。どういうことかといいますと、例えばまずヒートマップが多分一番分かりやすいです。ヒートマップは、色の濃さだったり色によって、データの、数値が違うことを表す、可視化方法なんですけど、これだと、横軸が、転写開始点から見て、何ベースペア離れているかっていうことを表します。で、縦軸は、ゲノム上のいろんな異なる場所です。つまり、この、ヒートマップの1ピクセルだけを1ピクセルだけを考えると、その1ピクセルっていうのはゲノム上のどっかにありますと。で、それを、ゲノム上から切り出してきて、転写開始点で揃えてあげて並べ替えて、で、リードが多いところは赤を濃くしていますよっていう、そういう図になります。で、こうすると、何が見えるかっていうと、この例えばこのここに着 H3K4ME3 トリメチル、H3K4 トリメチルカっていうチップセックの、チップセックのデータがの例なんですけど、そうするとこう TSS の、下流ですね、こっちが下流になんか多いねっていう様子がなんとなくこのヒートマップから見て取れることが分かります。なんですけど、これをもうちょっと定量的にしたいっていう時に、この、ヒートマップを縦に平均化してあげるっていうことが考えられます。ここ、例えば TSS のところを上にこう縦に見ていって、ここの値の平均値を、プロットしてあげる。次に、1個ずらしたところの平均値を見てあげて、またプロットしてあげるっていうことを、この横軸のについてやることで、このヒートマップを集約した図っていうことものを作ることができます。これがアグリゲーションプロットと呼ばれるものです。定義っぽく書くと、ゲノム上の、部位の集合を定義してあげて、その周辺のリード分布を平均して可視化したプロットになります。で、これ1個だけだと、ヒートマップと同じような情報を表しているんですけど、例えば、これがいろんなヒートマップがあった時に、そのヒートマップを一個一個アグリゲーションプロットにしてあげて重ねてあげることで、このヒストン就職とこのヒストン就職は分布が違うなとか、そういうことが分かったりします。で、あともう一つが、メタジーンプロットという方法です。これは、主に遺伝子領域を比較するときに使うんですが、遺伝子って長さがみんな違いますよね。で、そうするとなんだけど、こう例えばヒストン、特定のヒストン修飾とかは、その TSS からの絶対距離よりも、例えばジーンボディ全体にのっぺり、ピークというか、ヒストン修飾があるというようなケースがあります。そういう、生物学的に見ると絶対距離よりも遺伝子としての距離の方が重要っていう時には、その遺伝子の距離を全部一つの、同じ長さ TSS から TES を、拡大縮小してあげて全部揃えてあげて、
それで、リードの分布を見るっていうことを行うことがあります。でそれに対応するヒートマップはこちらですね、3つあるんですけど、まあ、上だけ見ると、これ一つ一つの、横に見た時の行が、どっかのゲノム上の遺伝子になります。でその遺伝子、をこう上を横に眺めてやるとリードの分布がこういろんな分布をしていると。でそれをこう、色の濃さで見てあげて、でそれをさらに縦に並べてあげたのが、そのメタジーンというか、遺伝子発現の遺伝子の長さを揃えてあげたヒートマップになります。でこれ例えば見てあげると、ここが TSS でここが TES なので、TSS から TES にシグナルが濃縮しているなということが、特に、かつその TSS よりも TES 側にシグナルが寄ってるなということがなんとなく見て取れます。で、じゃあこれもまた平均化してあげるということができます。そうすると、まあ、TSS のところで平均化してそこに1個点をプロットする。で TSS からずらしたところでも縦に平均化してあげてプロットするっていうことをやっていくと、まあこういう図が描けます。で、ちなみにこの図だと、この一番上のヒートマップはこの緑の線になります。で、これなんで3つ並べてあるかっていうと、実は、遺伝子をこの行が遺伝子なんですけど、遺伝子を発現量によって分けてあげてるんです。つまり、これはハイなので、発現量が高い遺伝子、ロー低い遺伝子、メドなので中くらいの遺伝子っていうのを分けてあげて、でそれぞれで、あるヒストン修飾のリードのパターンっていうのを見てあげます。でそれをさらにヒートマップごとに平均化してあげてプロットして、重ねてプロットしてあげるたのがメタジンプロットになります。そうすると、発現量が高いところではすごいこのヒストン収縮のシグナルが高くなってるけど、低いところだとかなりなだらかっていうようなことが見て取れます。まあこういうふうにすることで、遺伝子のリストだったり場所のリストからだけでは分からないその知見っていうのが分かることもあります。ちなみに、こういうのを作るときは、便利なソフトウェアとしてディープツールズだったり、NGS プロットというものもあります。最後にデータの統合という話をします。データの統合、どういうことかというと、NGS データの解析結果が得られた後にその結果を別のデータセットだったり外部のデータベースのデータと統合することで、なんか単独のデータだけでは見えなかった知見が明らかになるっていうことがあります。でそれをするにはどうしたらいいかというと、データの統合が必要になります。でデータの統合にはその ID による統合とゲノム座標による統合っていうのがあるので、それを説明します。ちなみにこの説明は大体このドクター・ボーノの生命科学データ解析っていう本を参照したので、多分こちらを見た方がより詳しいと思います。はい、まず ID による統合ですね。遺伝子リストっていうのは大抵遺伝子の ID が入っているので、その IDを参照することで、2つの表があった時に、遺伝子の列があったらその遺伝子の列の合うものを同士の行を、結合して新しい表にするっていうことが、できます。ちょっと別のネット上の記事に飛んじゃうんですけど、例えば、A という表と B という表があった時に、でこの A という表は X1 と X2 という、列があります。 B という表は X1 と X3 という表があります。でここで X1 が、
共通の情報を表しているとすると、この X1 を手がかりにして、この A と B という表を結合してあげようということが成り立ちます。で、そうすると、A の場合は ABC ってあって、 B の場合は ABD ってあって、 A と B が共通なので、A と B は揃って、あとは、A 由来の X2 っていう列 と、B 由来の X3 という列ができた新しい表が作れます。で、こういった表を結合する、操作を一般にジョインと言います。でジョインというんですが、今この共通してない、共通してない部分 C と D っていうのが、最終的に新しい表では除かれてるんですが、こういう共通してない、不整合のデータがあった時にそれをどう処理するかっていうルールによってジョインはいくつかの種類に分かれます。でこの、共通してないものは除いてしまうっていうようなルールっていうのはインナージョインと呼ばれます。まあ、他にもいろいろあるんですが、ちょっとここでは詳しくは説明しません。要は、ID による結合っていう統合っていうのはそういう表を結合するジョインを行うということになります。でちなみに異なるデータベース間で ID を統合しようとするときっていうのは、ID がさっきは ID が共通している場合でしたけど、 ID がそもそも共通してない場合があります。そういう場合は、ある ID を手がかりにしてそれを別の ID に変換するっていうことが必要になります。それは、そういうことをやるためには、アンサンブルのバイオマートというサービスを使うとできます。このバイオマートの使い方も、統合 TV の資料があるので、ご覧になってみてください。で、次にゲノム上の位置による統合という話をします。ゲノム上の位置が近い時にそれが何らかに関連があるんじゃないかということを調べようと思ったら、ゲノム上にの領域のゲノム上の領域のリスト同士がの重なりを調べる必要があります。でそういったことをするのに、ベッドツールズっていうソフトウェアが便利です。ゲノム上の位置の統合どういうことかと言いますと、例えば、この横軸、この図が分かりやすいんですけど、横軸がゲノム領域ですね。で、A というデータセットにはここの3つのゲノム領域が含まれているとします。で B というデータセットではこの4つのデータセット領域が含まれているとします。そういう時に A と B で重なっている部分を見たいとなった時に、例えばどう重なりっていうのをどう定義するかでいろんなコマンドだったりオプションがあります。で、ここの3つあるんですけど、一番上の例だけを説明すると、これは A インターセクト B って言って A と B が完全に重なるところだけを出力して重なった部分と出力するというものです。でこういうふうにやると、A だけのものっていうのは出力に出てこない。そうすると、例えば転写因子 A と転写因子 B のチップセックのデータがあった時に共通する部分のピークだけが取れたりするっていうことができます。ここまで変動パターン解析とエンリチメント解析、そして、層別関連性重なりの解析についてお話ししました。あとはリードの分布を集合的に眺めるプロットだとデータ統合です。はい、ここまでで質問ありますでしょうか。ないようなので、ここから10分間休憩を取りたいと思います。15時30分からでお願いします。いろいろ使うことができるようなインターフェースです。でそれに対応する言葉として CUI というのがあります。 CUI というのはキャラクターユーザーインターフェースで、
文字ベースで、ユニックスコマンドラインというものを使って、文字でコマンドを打つことでソフトウェアの操作をするというものになります。で、大体まあソフトウェアはこの3つぐらいに分けられるんですが、ウェブサービスとか GUI にっていうのは、作るのが、少し大変だったりこうすることが多いためどうしても種類が少ないことが多いです。一方で CUI の場合は、ソフトウェアの種類が多くてできることが増えたり、あとは、CUI だと、スクリプト化という、一種の自動化によって例えば同じ処理をいろんなサンプルに、繰り返しさせることができるんです。そういうのそういう、つまり楽ができるっていうのが、CUI の魅力です。一方で CUI をあすいませんあと CUI もう一つ、スパコンで計算するときは、CUI で操作することになるので、CUI が使えるとスパコンっていう自分の手元じゃないもっと、パワーのある計算機資源を使うことができますと。なんですけど一方で CUI っていうのは Unix コマンドラインという技術の習得が必要になります。まあこういう、選択肢もありますという話です。であと Galaxy というものも、NGS 関係だとあります。これは、ウェブベースの NGS データ解析ができる、環境になっています。でこれについては、ここにリンクを上げたので、興味のある方はこちらをご覧ください。で、NGS 解析を一から勉強しようと思うと何が大変かっていうと大体3つあります。1つは、バイオインフォ特有のとかバイオインフォとか NGS って特有の知識の勉強の壁っていうのがあります。まあ、これは、それを勉強すれば乗り越えられますと。で次に CUI の壁っていうのがあります。でこれについては、Unix コマンドラインとスクリプト言語と、R の習得 R っていう統計言語ですね、大体この3つぐらいの勉強があるとスムーズに乗り越えることができます。で3つ目、これが一番、あまり効率的にできないんですが、トラブルシューティングの壁ですね。これは例えばなんか新しいソフトウェア使おうとしたらインストールがうまくいかなくてどうしたらいいか分かんないだったり、インストールはうまくいったけどなんかうまく動かないだったり、そういった、事前に予測できないトラブルっていうのがかなりたくさんあり得て、そういったものをどうやって乗り越えていくかっていうのが、大きな壁になります。で、じゃあそれぞれどうやって乗り越えていくかっていう話をします。一つ目は NGS 解析の勉強なんですが、なんかあんまり元も子もない話なんですけど、まず研究目的とか NGS 解析の目的を決めてあげて、次にその自分のやりたい NGS 解析について、調査します。で、どこを調査するかっていうといくつかあります。一つは、ここはこの、リンクを上げてるんですけど、この NBDC の講習会っていうのがあって、で NBDC の、提供してる講習会で NGS 解析にで特化した講習会が開かれてるんですね。でこれが重要なのはこの講習会のページに行くと講習会で使った資料だったり動画っていうのが全部ネットで公開されていますと。なのでもしそのなんとかセックがしたいとかそのメタゲノムをやりたいとか RNSec がやりたいってなったら、こういったところに行って、こういった資料を見て、こういう解析をするにはどういうことをやればいいのかっていう知識を一通り得ることができます。あとは、2つ目ですが、次世代シーケンス解析スタンダードという本があります。これはかなり NGS 解析について詳しく書かれているので、でかつ、ネット上で目次があるのでこの目次に何かやりたいことがあったら
この書籍を入手して読んでみるということができます。同様に次世代 C 検査ドライ解析標本というのがあります。これはその CUI コマンドラインでのデータ解析なんてやったことがないっていう人に一から丁寧に教えるという目的で書かれた本で、かなり丁寧に書かれてあるし、コマンドの具体的な使用例とかも書かれてある、すごく詳しい本になります。でこういうでかつ、いくつかいろんな、エピゲノム解析だったり疾患ゲノムだったりいろいろな、解析の具体例だったり、いろんな図の作り方っていうのが、解説されているので、こういったものを見て興味のあるところを読むというのが、いいと思います。でかつその次世代 C 検査ドライ解析標本については、東郷 TV にこの本を元にした講義の動画があります。なので、東郷 TV に行っていただいて、ドライ解析標本で検索してあげて、それによってそこから、講義の動画を眺めるっていう使い方もできます。で、あと最近、1細胞 RNA-seq とか1細胞の NGS の解析っていうのが、流行ってきてるんですが、そういうのに、のを、詳しく レビューした本としてシングルセル解析プロトコルというものがあります。これはそこまでこうこのコマンドを具体的に使えっていうことは書いてないんですが、その1細胞、例えば1細胞 RNA-seq だったり、そういう1細胞の NGS 解析で必要になるようなデータ解析っていうことを、レビューしてあるので、1細胞のそういう NGS を始めるときは、一度目を通しておくといいと思います。で、3つ目なんですが、ドクター何回か出したんですけど、ドクター・ボーノの生命科学データ解析という本を読むというのがあります。こういう本ですね。これは、NGS 解析に特化しているわけではないんですが、結局 NGS 解析を、するにあたっては NGS データだけじゃなくて、例えば遺伝子データベースだったり、その遺伝子が紐づいているパスウェイデータベースだったり、いろんな、これ NGS 以外のバイオインフォの、データベースだったり生命科学系のデータと付き合わせることが多いので、そういったものに、対峙するときに、必要な知識っていうのがコンパクトに揃っています。でこれは、一読をおすすめします、はい、ですね。でここまでが、NGS 解析をどうやって、独学で勉強するかっていう話でした。で、あと NGS データの取得の方法について書いてほしいってアンケートに書いてあったので、少しだけさらっと、ちょっと午前中の講義見てないんで、もしかしたら被ってる部分があるかもしれないんですが、さらっと紹介します。一つは、自分で NGS データを取得するっていうことなんですが、あとは公共データベースから取得することになります。でそのファストQファイルだったり配列データを取得するときは SRA、ENA、DRA っていう、データベースを使いますし、あとは、そのリードデータ、生データじゃなくて、もう前処理されたデータが欲しいということであれば、GEO だったり RefX だったり、エピゲノムだとチップアトラスやシストロンベデータベース、メタゲノムだと EBI メタゲノミクスといった、に処理したデータのデータベースがあります。あとは、その個々の研究室のプロジェクトじゃなくて大規模なコンソーシアムとしてデータをたくさん生産するっていうプロジェクトがいくつかあります。それはエンコードプロジェクトだったり IHEC、 これは、人のエピゲノムですね。あとは GTEX、 これは人の EQTL っていって遺伝子発現と DNA 変異の多様性の関連を調べたようなデータベースになります。こういったところは、自分たちで独自の
解析済みのファイルっていうのを提供する、ポータルを作っているので、こういったところのデータを使いたい場合は、彼らのホームページに直接行くのが近道です。はい、次に Unix コマンドラインの勉強の話です。先ほどから Unix コマンドラインと、何回も言いましたが、 Unix コマンドラインというのは、CUI、文字ベースで、操作するためのインターフェースとして使うものです。で、GUI でできるに越したことはないですが、CUI は先ほど言ったようないろいろ便利なことがありますと。じゃあそれをどうやって学ぶかということなんですが、先ほどのドクターボーノの生命科学データ解析の第3章、全部を読む時間がない方は第3章だけでも読んでいただくと、Unix コマンドラインでできることが、オーバービューされているので、通読をお勧めします。で、次に、教科書だけ読んでいても結局これは使えるようになることが目的なので、使えるようになる必要があります。そのためにどうするかというと、使う場所を自分の手元に、用意する必要があります。つまり、Unix コマンドラインを使える環境っていうのを構築する必要があるんです。で、 Mac とか Linux を使っている場合は、ターミナルっていうその端末ですねを開けばいいんですが、Windows の人の場合は、Windows 上に Linux を環境を構築する必要があります。で、私は Windows マシンを持ってないので実際にやったことはないんですが、こちらの東大の笠原先生が、作ったこのコマンドライン講習会というホームページがあります。これはすごい、コマンドバイオインフォマティクスを始める人、超初心者向けに、コマンドラインの使い方を学ぶ講習会なんですが、その時の資料スライドと、動画が全部揃っています。なので、こちらを見ることができます。ちなみに ここに Linux 環境を Windows 上に構築したい人へっていうのがあるので、これを見ていただくと Windows 上で Linux 環境を構築する参考になります。で、何らかの方法で環境を構築した後は、スライドを眺めつつ、こちらの動画を、こちらの動画は YouTube に上がっているんですけど、ここからのリンクで辿っていくのが便利だと思います。で、これが、大体全部足すと5、6時間ぐらいあるんですけど、ちょっと長い気もしますが、一方でその5、6時間を 見れば一生使える技術が身につくって考えると、かなりすごい教育的なことじゃないかなと思います。なので、コマンドラインを、 Unix コマンドラインを勉強したい場合は、本読んで、環境を構築してこの講習会の動画を見るという、見て、あとはそれを見て実際に自分の手で練習するっていう、その出てきたやつを自分の手で打って試してみるっていうのが、習得の近道です。はい、次にスクリプト言語の勉強という話をします。スクリプト言語は、プログラミング言語の一つなんですけど、純粋な定義はないんですけど、要は何だろう、大きなソフトウェアを作るのではなくて、十徳ナイフみたいにちょこちょこって書いて、便利な文字列処理だったりデータの加工をしたりするのに、便利な言語になります。で、これは例えば、シェルスクリプトだったり Perl や Python や Ruby といったものが有名です。で、このシェルスクリプトについても、NBDC バイオサイエンスデータベースセンターの平成27年の講習会ですでにやられています。スクリプト言語としてシェルスクリプトと、パールと Python っていうのがそれぞれ、
資料と動画が上がっているので、これを見れば勉強ができます。はい、なので、スクリプト言語については、資料がネット上にあるので、これを見ることで勉強ができるということになります。あ、これも、自分の手元で環境を構築して、実際に、試して動かしてみるということが、習得の近道になります。で、最後に R ですね。で、R っていうのはその統計検定とかデータの可視化に強いプログラミング言語ですね。で、R のメリットっていうのは、そういう統計解析とか可視化のパッケージが、多数、利用可能なので、すごい便利ということと、あとは広く使われているために、サポート情報だったり掲示板の情報だったり、あとは日本語の情報が充実しているっていうことが挙げられます。で、あとはもう一つはバイオコンダクターっていうものがあります。バイオコンダクターっていうのは、その生命科学系のデータ解析に、データ解析だけじゃないですね、生命科学系の、解析に特化した、パッケージっていうものを、集めたレポジトリです。例えば先ほど、RNA-seq のところで出てきた、HR というものもバイオコンダクターからインストールすることができます。あとは、最近だとその TDBurse という、そういうデータ解析に便利なパッケージ群っていうのが出てきています。これは、ここでは詳しくは話しませんが、これまでの、これまでの R の使い方とはちょっと違って、より、書きやすい、コマンドの書き方でいろんなデータの加工だったり前処理だったり読み込みだったり可視化っていうのができるというものになっています。この辺は、興味があったら見てください。で、じゃあ R をどうやって使うかってことなんですけど、大きく3つの、R への入り口があります。1つは、レプルというものです。これは、対話型実行環境という意味で、こういう端末にひたすら文字を打ち込ん、また基本全部文字を打ち込みますね。端末にこうコマンドを打ち込んで結果が返ってくるっていうものになります。で、2つ目は R スタジオです。で、事前の連絡でこうインストールしていただくようにお願いしたと思うんですが、多分インストールがうまくいかなかった方もいるのかもしれないんですが、多分、R スタジオは、何がいいかと言いますと、そのスクリプトを書きながらちょこちょここれが R スタジオの画面で、4つぐらいに分かれてて、で、上の方にこうスクリプトコマンドを、テキストに書くところがあって、でこの下にターミナルっていって、その R を実行するところがあるんですね。でそうすると、こっちで、たくさんコマンドを書きながら、そのコマンドの一部だけを実行したりするっていうことができるっていう、その試行錯誤しやすいっていう意味で便利です。で、あとは、Jupyter ノートブックっていうものもあります。これは、ウェブブラウザで、使えるということが便利だったり、あとはスクリプトを書きながら実行できて、かつ実行結果がどんどんこう上から実行していくと、どんどんこの画面の中に残っていくんです。で、そういうのが好きな人は、つまりなんかノートを書くように、R の実行結果がどんどん出てくるっていうので便利。で、ただちょっと導入が、R スタジオに比べると大変かもしれないっていうデメリットもあります。はい。あとは R を使う上では、パッケージのインストールという操作が大抵必須になります。先ほどパッケージってあんまり定義というか説明せずに使ったんですけど、要はそのまとまった機能を持ったコマンド群をまとめたものを一つのパッケージと呼びます。で、R っていうのを R で何かしようと思った時に、もともとインストールされている機能もあるんですが、その外から新たに機能拡張としてインストールしなきゃいけない場合もあります。そういう場合に、R のパッケージのインストールという操作が必要になります。で、そのパッケージを配布するための
場所っていうのがレポジトリというものです。でレポジトリっていうでレポジトリの中で一番有名なのが、R のパッケージのレポジトリとして有名なのがクランっていうものかっていうところになります。であとは先ほど言ったようなバイオコンダクターっていうところもあります。で、あとは GitHub っていうに R のパッケージを置いてあってそこからインストールするというのもあります。で、ちょっと面倒くさいのはこのどこのレポジトリのパッケージをインストールするかによってそのインストールのためのコマンドが変わってくるっていうことです。ただここだけ押さえておけば、いろんな、レポジトリに置いてあるパッケージをインストールできるということになります。はい、でじゃあこの R 習得するっていうとどうやるかっていうと、まず R を使う環境を用意するっていうことになります。どういう環境を使っていただいてもいいと思うんですが、初めての方には多分 RStudio、インストールしていただいたと思う RStudio が便利だと思います。で、まず RStudio の使い方を、統合 TV の動画があるので見ていただいてで、インストールしてであと NBDC、バイオサイエンスデータベースセンターの講習会にR の基礎の動画がとスライドがあるのでそれを眺めてみると。で、さらに同じところにその R の各種パッケージだったりバイオコンダクターの利用方法っていうのが書いてあるのでそれを見てみるっていうのがあります。でちょっと発展的な話題なんですけどその TDBurse っていうそのいろいろデータ解析に便利なパッケージ群っていうのは、いくつかイントロダクション的なウェブコースが英語なんですけどあるので、それを見ることで、ざっくり分かります。あとは、創建大の方がヘビーワタルっていうホームページを作っててそこにこうその例えば TDBurse の中に含まれる ggplot2 だったり readr だったりっていう、パッケージの使い方について日本語で分かりやすくまとめているのでこういった、サイトも役に立ちます。はい、ここまで R の話でした。最後に、トラブルシューティングの、勉強ですね。トラブルシューティングなんですけど、ソフトウェアを動かすと、まずエラーが出ますと。でエラーが出たらどうするかっていうことなんですけど、大抵そのエラーメッセージっていうのが表示されるんですねソフトウェアから。でそれをまず読んでみるっていうのが、一つ重要になります。でなんでかっていうとそのなんでエラーが起きたかっていうことが書いてある場合があるからです。で、それでも分かんなかったらそのエラーメッセージをそのコピペして Google に投げてみるっていうことをします。そうするとなんか同じようなエラーに遭遇して解決した人がもしかしたらネット上の掲示板とかになんかそのこうやったら解決したよっていうことを書いてくれてることがあります。あとは作者自身がこういうエラーがあったらこうしてくださいねっていうことを教えてくれたりすることがあるので、エラーメッセージを Google 検索するのはすごく重要です。あとは、人に聞くっていうのが、すごいなんかそんな大したことではないんですけど重要だったりします。例えば、ソフトウェアだったらソフトウェアの作者にメールで聞いてみるとかその GitHub っていう、ソフトウェアを公開しているレポジトリがあるんですけどそこにイシューっていう項目があって要はそのソフトウェアについての話題をこう投稿できる掲示板みたいな機能がついてるんですね。そこに、こんなエラーがあったんだけどっていうのを書き込むのもいいかもしれません。あとは、QA サイト質問サイトですねっていうの要は掲示板ですねっていうのが、いくつかあります。英語なんですがバイオスターズとかシークアンサーズっていうそのバイオ系だったり NGS 解析に特化した、QA サイトがあります。あとは、日本語だと
ライフサイエンス QA っていうのがあります。これは日本語で、まあ、NGS 解析だったりその生ライフサイエンスにまつわりいろんな質問をしてそれに対して回答が得られたりします。なんでこういうところに、質問を投げるっていうのは一つありだと思います。あとは、NGS だと NGS 現場の会というものがあります。でこの NGS 現場の会には、メーリングリストがあります。どっちか、この入会情報共有ってところを見るとメーリングリストがあります。でこのメーリングリストをやると NGS 現場の会っていうその NGS を実際に使ってる人の、コミュニティがあってそこのメーリングリストに質問を投げることで誰かが、答えてくれることがあります、まあ、あとはなんかその自分の物理的に近い詳しそうな人に聞くとかですね。で、重要なこととしては、どうやって聞くかなんですね。エラーが出た時にはまず、まあ、ソフトウェアの名前はまず当然なんですけどそのソフトウェアのバージョンがいくつかっていうのも、質問された側としては知りたいことですね。であとは、ソフトウェアを動かしちょっと結構抜けちゃってるんですけどソフトウェアを動く具体的にどういう操作をしたかとかどういうコマンドを書いたとかそのソフトウェアを実際どう動かしたかっていうことの情報をなんか日本語じゃなくなんかこうしましたっていうなんか言葉じゃなくてコマンドをそのままなんかメールにとか掲示板に貼り付けてくれた方が質問された側としては答えやすかったりします。であとはそれによって何をしようとしたのかっていう説明も入ってる方がいいです。これは何ですかね。まあそれなんか何しようとしたのかっていうことが分かった方が質問された側答えやすいっていうのと、あとはこういうことをしようとして A というコマンドを叩きましたって言われた時に、実はそういうことをしたいんだったら B というコマンドを叩いた方がいいよっていうような答えが返ってくることもあるから。目的も一緒に行った方がいいです。あとは、どんなエラーメッセージが出てきたかっていうのもトラブルシューティングの情報になるのでそれも、伝えると、トラブルが解決しやすくなります、はい。細かい話なんですが、細かい話というか雑多なトピックなんですが、NGS 解析に限らないですが NGS 解析でよく出てくる解析として多重検統計的な問題として多重検定というのがあります。これは、たくさん変数があるときにその、変数一個一個に対して同じ検定を何回も繰り返しちゃうと、実際には全ての変数で、その検定が通らないような通らないというかその検定で有意となってほしくないような場合でも、確率的に検定が有意になるということがあります、そういうことが問題になるため多重検定、マルチプルテスティングということがたびたび話題になります、例えば2つケースコントロールの間で、遺伝子発現が変動する遺伝子はどれかっていうことを探したときに、例えばマウスとか人だと数千とか数万遺伝子があるとその一個一個の遺伝子について別々に統計検定を何回も何回もかけていくわけですね。そうすると普通の統計検定でやるような P バリューで 0.05 っていうことをような基準で検定を繰り返していくと全ての遺伝子に発現変動がなかったとしても一定数の遺伝子っていうのが偽陽性として統計的に有意っていう判定が出てしまうんです。ちょっと数式がうまくレンダリングされてないんですけどそういう偽陽性が出る確率っていうのはほぼ1になるっていうことが計算から分かっています。でそのためにそういう多重検定のした結果は、スピーバリューをそのまま使わずに何らかの補正をするっていうことが必要になります。
そういったものを多重検定補正と呼びます。で、詳しく説明しませんが、ボンフェルニ補正や、ベンジャミニ・ホッチバーグ法だったりストーレー法といった方法が、提案されています。で、すいません、ここでちょっと書き忘れてしまったんですが、でこういった、偽陽性、多重検定補正で補正した P バリューとかを、Q バリューとか FDR って呼んだりします。 FDR はフォルスディスカバリーレートの略です。で、こういった FDR や Q バリューっていうのは、有名なその NGS のソフトウェアが返してくる結果のファイルには大抵 P バリューの横に書いてありますので、なんかその発現変動した遺伝子のリストとか欲しいときは P バリューを使わずにその Q バリューとか FDR っていう列の値でスレッシュホールドを引くっていうことをしていただければと思います。で、FDR についとか多重検定補正については、この一番上は自分が昔まとめたスライドで、あとはこの下の2つは分子生物学会のホームページで公開されている昔タンパク質拡散酵素っていう雑誌があって、そこで、特集されてた FDR の説明がかなり詳しく書いてあるので、こちらを、ご参照ください。はい、ちょっと雑多な話がもう少し続きます。データ解析でよく実験ノートをどうやってつけるのっていう質問をされるんですが、とりあえず紙でも電子でもいいので書いた方がいいという提案だけします。で、何書くかっていうと、ウェブサイトを見たとか文献見たっていう、調べたことを書いたりとか、あと一番重要なのはその解析やった時に使用したコマンドだったり、その目的やその結果、エラーメッセージだったらエラーメッセージのコピペっていうのを書いておくと後で役に立ちます。あとは同様に実行したソフトウェアのバージョンとか、実行した時のパラメータ、どういうオプションをつけたかっていうのを書いた方がいいです。で、こういったものっていうのは最終的に皆さんが論文を書くときにマテメソに書く必要があるんですね。書いてない論文もあるんですが、本当は書いた方がよくて、じゃないとその再現性が、データ解析の再現性が担保されなくなってしまうので、そういったソフトウェアのバージョンやパラメータを書いていただきたいので、そのためにはまず実験ノートに、それをちゃんと記録するということが重要になります。あとエラーメッセージですね。はい。で、あとは、最新の情報収集をどう行うかっていう話ですね。これはあんまり決定版みたいな方法がないんですけど、例えば RNSEC だと RNSEC ブログっていって、ひたすら RNSEC の情報を集め続けている英語のサイトというブログがあります。で、これをこう眺めるっていうのが一つあります。あとは1細胞 RNSEC とか1細胞アタック SEC みたいに1細胞 NGS データ解析にだけになっちゃうんですけど、ひたすら1細胞そういう1細胞 NGS データの解析のソフトウェアをひたすらリストにしているオーサムシングルセルっていう、ページがあります。で、これ驚くべきことに1細胞 RNSEC とか1細胞アタック SEC ってそんなに出てから時間経ってないはずなのに、すでにこんだけソフトウェアがあるという状況になっていて、こうバイオインフォの人としてもどれ使ったらいいんだろうみたいなのがたびたび話題に上がります。あとは、ソフトウェアの論文ですね。ソフトウェアはソフトウェア出す人は大抵ソフトウェアの論文も出しているので、で、かつそのソフトウェアの論文っていうのは自分のソフトウェアを他のソフトウェアと何らかの精度とかを評価、比較評価しているので、そういうのを見てこのソフトウェアいいなっていうのを探すっていうことになりますね。
で同様に、新しいソフトウェアじゃなくて、なんかすでにソフトウェアがなんかいくつか出てきたときに、この中で一番強いの誰っていうのを評価する、そういうなんか比較評価するだけの論文っていうのがあるんです。それが、アセスメント論文とかエバリエーション論文とかコンパリソン論文とか呼ばれたりするんですけど、そういったものは、なんだろう、著者がソフトウェアの作者じゃないことも多くて、まあ、若干フェアかもしれないっていうこともあります。でこういったものを見ることで、ちょっとたくさんソフトウェアあるんだけどどれ使ったらいいだろうっていう時の、判断意思決定の参考にできます。であと使い方についてなんですけど、ソフトウェア、その日本語の資料がない場合も多いけどマニュアル全部読むのは辛いっていう時にどうするかっていうと、ソフトウェアの、作者っていうのは結構最近だと自分の開発したソフトウェアを使ってほしいので、その使用例とか分かりやすいチュートリアルのページっていうのを作ってるんですね。例えば、これはカリストっていう、さっき RNSEC のケーマーベースの手法で紹介したソフトウェアなんですけど、まあ、こういうなんか例えばチュートリアルとかゲティングスターティッドとか書いてあって、そういうところを見ると、あ、なんかこうこれをざっくり見たら何となく何かできそうだなっていうのが分かるような、そういう分かりやすいウェブの資料を最近の、ソフトウェアの開発者は作っていることが多いです。なのでそういったものを参考にすることができます。はい、まあ、なので CUI をこう習得すると良さそうということと、独学でどうやってやっていくかっていうのの資料の紹介をしました。はい、講義はこれで以上です。で次に、ちょっと時間がないのですが実習をしたいと思います。ちょっと Wi-Fi の調子があまり速度が出ないということなので、もしかしたら、こちらで、デモして皆さんには見ていただくという形になるかもしれません。最初にアクセスしていただいた、このページをご覧ください。すいません、実習の時間になりました。はい。で、ここのページを行ってアクセスできてない方いますか？大丈夫ですか？ここに、チュートリアル00っていうところがあります。これをクリックします。できましたでしょうか。こういう実習用環境の準備というページが出てきましたか。出てきてない方、あ、すいません、一つ言い忘れてました。実習で一番大事なことをお知らせします。分からないこと、困ったことがあったら、手を挙げて知らせてください。多分講師にも事前に想定できてないことがあるので、そのまま放置してしまうとその人だけ、同じ時間過ごしてるのにもったいないことになってしまうので、ぜひなんかその指示されたことをやってもその画面が出ないとかそういうことがあったらぜひ教えてください。これはじゃあ出たとします。で、まず皆さんをグループ分けします。これは、R とは全く関係ないんですが、実習の都合上グループ分けします。皆さん自分の背中に、席番号が書いてあります。アルファベットと数字からなる席番号が書いてあると思います。で、まず自分の座っている座席の席番号を確認したら、その数字を5で割ってください。で余りを出してください。でその余りに1を足します。でそれが、あなたのグループ番号になります。例えば、数字が1だったら 1+1 は2なのでグループ2になります。で10だったら余りは0なのでグループ1になります。はい、
次に、アルファベットも積番号になると思いますが、それが、A から数えて何番目かを数えてみてください。で、それを、2桁ですね、例えば、A はいないか、 C の人だったら、ABC だから3番目になるので、それは03と考えます。で、例えば K だったら、11番目かな、なので、11となります。それに、USER ユーザーをつけて、ユーザー11とかユーザー03っていうのが、あなたのユーザー ID になります。よろしいでしょうか。はい、それでは、できましたら、ここにリンクが5個あるんですけど、自分のグループのリンクをクリックしてください。そうするとなんかこう怪しい、多分多分事前に Chrome というウェブブラウザをインストールしていただくようお願いしたと思うんですが、Chrome で起動した場合の説明がここに書いてあります。Chrome で、上のリンクをどれかクリックすると、こういうなんかちょっとこれ英語なんですけど、ちょっと怖そうな画面が出てくるかと思います。で、そしたら、ここのアドバンストかな、ちょっと日本語だと何て書いてあるか分かんないんですけど、詳細をクリックしてください。そうするとこういうなんか出てきます。で、そしたらその下のなんかちっちゃいリンクを押します。そうすると、うまくいくとこのページが出ると思います。ここまで、いけてない方は、挙手をお願いします。はい、パスワードを事前に配布してなかったので、さっきのユーザー名を入れていただくんですが、ユーザーネームっていう英語で表示されてます。はい、ユーザーネームのところに先ほどのユーザー、ID を入れてください。そして、その上でパスワードなんですが、ユーザー、その自分のユーザー ID にもう一個ユーザー、USER を足した文字列ですね。だから、ユーザー数字に桁ユーザーで、それでサインインを押してください。こういう画面ですね。こういう画面が出てきたらログインが成功したということになります。大丈夫でしょうか。では、ログインがこういう画面になったとして進めたいと思います。このですね、ここの New っていうボタンがあると思います。これを押していただくとメニューが出てきます。このメニューの中からターミナルというところを選択してクリックします。そうすると別のタブで黒い画面が表示されます。もう一度やります。New というところを押して、するとメニューが出てきて、その中から一番下のターミナルを選ぶと、こういう黒い画面が出てきます。そしたらですね、ターミナルが出てきましたら、こういうここにコマンドを打つっていうコマンドを打つ、もしくはさっきのこの00チュートリアル00っていうファイルの中にページに書いてある下の方に、同じコマンドが書いてあるのですが、こういったコマンドです。これを、コピペができる場合は、もしかしたら環境によってはコピペがうまくいかない場合もあるんですが、これを、さっきの黒い画面に打っていただくということになります。コマンドを打ったら、エンターかリターンを押すとそのコマンドが実行されます。コマンドをさっきのコマンドを打って
エンターを押すと実行されていろいろ出てくる。うまく実行できた方は、先ほどのタブに戻っていただくと AJAX68 っていうフォルダができていると思うので、これをクリックするといくつか出てきます。で、そうするといろいろなファイルがあるんですが、この中のチュートリアルっていうフォルダを開けます。そうすると、AJAX68 の中のチュートリアルっていうフォルダに何が入ってるかが表示されます。で、ここで、ノートブックなんとかなんとかっていうのがあります。これをクリックすると、別のタブで開きます。で、ここではこれは、Jupyter ノートブックというものです。先ほど、R のレプルと R スタジオと Jupyter ノートブックっていう話をしたんですが、これは Jupyter ノートブックというその R を使うための、入り口の一つになります。これが便利なのは、下の方にコマンドが書いてあるんですけど、コマンドだけじゃなくて、こういう文章が書けたり、図を入れたりできたり、あとはコマンドの結果の図がそのまま表示できたりするっていうことで、その解析結果がそのままノートになるっていう形で便利です。で、ちょっと時間が押してしまったので、簡単にR の話をはちょっと難しいので、簡単に解析として何をしようとしたかということだけお話します。これは何をするかと言いますと、問題設定としては、非小細胞肺がんにおいて、主要組織内にいる間質細胞、例えば免疫細胞だったりが主要細胞に何らかのリガンドを送って、それが主要その間質細胞と主要細胞の間でシグナルのクロストークが起きるじゃないかっていう仮説を検証したいっていうタスクになります。で、データとしてはそのがんのモデルマウスとマウス野生型のマウスの肺からセルソーターでマクロファージと単球細胞と好中球と上皮細胞を分けた RNSEC データですね。で、こういうデータセットの話をした時に、変数が全遺伝子で、条件が細胞型、ワイルドタイプとがんとそれぞれにおいて、いろんな細胞のタイプがあるっていうような表が想像できると、後の解析がスムーズになります。で、元ネタ自体はこちらにあるので、興味がある方はご覧ください。で、こういう時にじゃあどうやるかっていうことを考えると、もしその主要組織内間質細胞のリガンドが主要細胞の受容体へ何かシグナルを送っているとしたら、そういった時には、主要モデルマウスで野生型に比べてその間質細胞でリガンドの発現上昇が起きているだろうと。で、その上皮主要モデルマウスの主要細胞、上皮組織って書きましたけど、まあ、主要細胞ではそのリガンドの受容体が発現している必要があるだろうという、仮定が成り立ちます。だったらじゃあそういう、リガンドと受容体のペアをこのデータの中から発見すればいいっていうことになります。じゃあどうやるかっていうと、そのためにはいくつか、データセットが必要になります。で、基地の、まずそのリガンドと受容体のペアっていう情報がないといけないので、そういったものをどっかからのデータベースから取ってくる必要があります。で、あとは、今はマウスのモデルなんですけど、リガンドと受容体のペアのデータベースっていうのは大抵人なので、人からマウスにそのオーソログの遺伝子 ID の対応をつけるような、表っていうのが必要になります。で、あとは、RNA-seq データを解析して、上で仮定したようなその主要組織内の間質細胞で
野生型の組織に比べて発現上昇が見られた遺伝子のリストっていうのが必要になります。あとは腫瘍細胞の方で発現が上昇というか発現している遺伝子のリストがあります。逆に言うとこれらをこれらのリストをまず使いやすいように整理してあげて、それを先ほど言ったようなジョイン、ID による結合、表の結合によって、どんどん表を結合していって、これらの条件に当てはまる列じゃない行を探していくことによって、こういったリガンド と、受容体の、シグナルのクロストークがあるようなペアの候補っていうのを見ることができます。っていう、そういう方法をやるための、R のコードとその実行結果がここに書いてあります。この Jupyter ノートブックではこの特定のセルを選択していただいて、上の欄、多分一番上からやんなきゃいけないんですけど、特定のセル、これを四角を、一つ一つの四角をセルっていうんですけど、セルを選択して Run っていうボタンを押すと、そのセルの中のコマンドが実行されます。で、そうやって実行していくと、まずデータの読み込みを行いますと。で次に、まずデータ読み込んだらしたいこととしては、そのデータ、まあ、表だったらその表って何行何列あるのかなっていうことが気になります。で、そういうそのためのコマンドがあったりとか、データが実際どういう値が入っているのかを見るためのコマンドだったり、あとはそのデータの中から、表の中から特定の、これは大抵列が多すぎるので、特定の列だけにしたい、列を減らすっていう前処理をしたり、あとは p バリューで分布ヒストグラムに書くとどうなるんだろうとかいうのを見たりとか、そういう前処理をいろいろ例を書いているので、ぜひご覧になって実際に実行してみてください。ちょっと時間が過ぎましたので、ここで終わりたいと思います。